皆さんこんばんは、 MK です。ニュースーパーマリオブラザーズ Wii パート26やっていきましょう。前回ラスボスクッパを倒したということで、今回からはクリア後の要素でございます。すべてをクリアするとこんな感じで星5つのキラキラ状態になりますので、今は星3つ、残り2つを入手しに行きましょう。クリア後要素として一番大きいのはワールド9なんですよ。ここはめちゃくちゃ難しいステージばかりになっておりますので、なんとか今回こちら攻略していければと思います。ワールド9、どんなステージが待っているのか楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。いや懐かしいなこの画面。 MK さんも子供の頃何回も何回もやり直した記憶がありますが、まずはじゃあ9の1からいきたいと思います。もちろんスターコインもね全部ありますので、しっかり集めて進んでいきましょう。いやいいね、ワールド9ってマジでむずいんで、正直ほんとクリア後要素だから、まだだめ、こんなとこでやられてる場合じゃないんですよ。はい、しっかり、はい、おー、コーラを使って、あと1個で1アップだったのに、うわ、絶対プロペラあった方がよかったな。そこキノコですか？違う。うわ、足場もこんな難しいこと今までしてこなかったもんね。はい、でここ叩いて、キノコですかね。おい、あー、アイスフラワーオッケー、ありがとう。あぶねっとっと、あぶなキノコっていうか、そっか、パワーアップアイテムか。今スーパーの状態でした。なになにこれ、上か。あ、スターコインあったよ。落ち着け。それさ、うわ、あー来ちゃったけどまずかったかな。こう来て、アイス、素晴らしい、1枚目ゲットで、裏ゴールとかはねワールド級一切ありませんので、シンプルにスターコイン3枚取ってゴールできれば OK と。おい、いいよ、2枚取った。あと1、あぶねえなそういう高い段差でパタパタはやめてよ。はい、であと1枚だな。うわ、ラスト1枚どこだ、これ消せるよね。うわ、消せないんだえ、消せると思ってた。あ、くそ、危ね、ここで出てきてくれてありがとう。ということでアイスフラワーゲットしました。危ないよ、こういうところさ、一応ヒップドロップとかで倒しといた方がいいよね。で、中に入ることはできません。ここは、はい、あー入れないね。ラスト1枚どこだ、危ない、ちょっと危ない、あっぱっぱっぱ、うわ、今の当たってた判定でいいでしょうが、うわ、だって、あっ、嘘でしょむず、それ当てんの。ほら、よし、オッケー、ナイス。で、ここも入れるかどうか確かめていきましょう。入れるよかった、こっちじゃないか、3枚目。待てよ。うわ、何何、うわ、マジ、それはむず、それはむずいわ。プロペラ違うよね、プロペラじゃないよな。そいつ不明ってことでしょ。やるしかない。ほら、オッケー、ナイス。ということで3枚スターコインゲット。このままゴールを目指しましょう。絶対最初のプロペラ失わない方が良かったわ。っていうかさ、中間ない、もしかして。あ、一発アウトこれ。あっぺっ、しょうがない、もうゴールっしょ。待って、中間ないよね、それだけほんと怖いわ。落ち着け落ち着け落ち着け、こう聞いて、せっかくだから一番上、素晴らしいということで9の1一発クリア。スターコインも3枚取ることができましたと。帽子かぶってないのに帽子のモーションを取るマリオが可愛いところでございますが、ふう、もう行っちゃうわ。いい、やってる暇ない、やってる暇ないキノピを助けるとかもうできないよ今。ということで9の2行きましょうか。ここ何だったかな、あれ。あのね、後半のステージは正直覚えてるんですよ、 MK さん何回もやったから。ここただ前半わかんねえな、待てよ。でも記憶にないってことはそんな難しくないんだと思うんだ。はい、ここは入れない。でフグマンネン倒したいな。アイスか、アイスって効くんだったっけ、危ないこいつ効くか、待てよ、これ投げれば倒せる。あー、 OK、 おー、水の上を滑ってくれてありがとう。ということでこれなんだっけ、 あったな、そんなのあったね、懐かしい。これつぶ、あったよ、スターコイン1枚目。こんな簡単でいいの、球面で。あ、ぶねえな、君さ倒せる、ちょっと分かった。あー無理だ、コールだけだ、一瞬コールだけ。待て、落ち着け落ち着け、危ないよ。よし、オッケー、君いるかな、一応やっとくか。でこれぐる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 してる間にフグマンネンを倒してくれる可能性もある。無理か倒してくれなかったわ。で落ち着け、こう来てこう来て、くったー、まああるからいいよ絶対ここはファイヤーの方がいいじゃん、フグマンネンのこと考えたら。あ、それだな、絶対それだな。はい、ぐーっと下に行って入っていく。2枚目のスターコインゲットしたいよ。うーわ、君も凍んないよね多分ね。待てよ、ちょっと危ない危ない、
あ、無理だ無理だ、こんないこんない。ということで2枚目のスターコインゲット、あと1枚だよ。もうさ、救面だろうがなんだろうがマリオマスターの MK さんでクリアしちゃおう。これうーわ、あれじゃね。いや、さすがにだろ、さすがにだわ。あの上だったら、あ、そこだな。待てよ、いやいや絶対違う、そうではないはず。待て、そこだそこだそこだ。それいける？これマリオ上からじゃないといけないんじゃない？危なかった。スターコインじゃないんかい。スターコインじゃないのここ。まあ確かにちょっと行ければ有利な場所ではあるけど、これ何？あー、初めて出たブロック、よくわかんないブロック、やめて。なんでそんなことすんの、いきなり。いきなりよくわかんないブロック使わないでよ。あ、ばばばじゃ、やばい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 よ、ほいー、やばいよ。待って、落ち着け落ち着け。うわ、やばいな。そしてスターコインがないんだが、スターコインないよ。スターコインどこ？あ、キノコ取れ。クソ、バカ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 、危ない危ない。いける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 、 MK さんならいける。ちょっと待てちょっと待てちょっと待て、一回落ち着こう一回落ち着こう。ここで、はい、大きくジャンプ。あー、クソ、今いけてたのに。てかさ、これさ、アイスなのが悪いわ。ファイヤー使おう。ダメダメダメ。で、待てよ、これやり直し？最初からやり直しだ。スター使えるときに使っとこう。ということで、うーわ、さすがにだな。ワールド級そんな甘くないよね。でも場所は分かったから、そこに行くまでダッシュでいいや。こう来て、もう君もね、先倒しといた方がいいわ。突っ込む。はい、オッケー。で、まず1段階倒した。まあ、すぐ復活するからあれなんですけども、ファイヤーがあれば倒せるからさ。ちょっとファイヤー積極的に使うよ。で、はい、こちらも中入りまして、あのバクバクだったっけ、こいつも倒せるよね、ファイヤーで。ファイヤーで、オッケー。お、1アップしかも、ありがとう。あ、3個も出してくれるんだ。まあ、1個でいいけど。もう99だから。よーし。いや、ファイヤーだろ、絶対強いの。なんで水晶アイスなの、ここ。まあ、それも任天堂が、ああ、狙ってやってるんだと思いますけども。で、待てよ。あ、危ない。これさ、すぐフグマンネン復活するから、気をつけよう。よし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 。で、あ、上行きたいよね、せっかくだ。あれ？ P は？あったあったあった。ちょっと待て。はい、押すけど、アイス取らないように気をつけようね。で、こう来て、よーし。え？あ、あ、あ、そう。そうなっちゃうんだ。ちょっと待たなきゃ。はい、で、コイン全部取りまして、フグさ、この段階から倒せないかな。こうやってればさ、いつか倒れてくんねえかな。うわー、無理か。ちょっとできるだけ、あー。安全に安全にで倒していきたいんだけどさ、ここ来るでしょ、さすがに。待てよ待てよ待て、オーケー、ナイスー。で、はい、ジャンプして、落ち着け。なんだこのブロック、ワールド級になってさ、いきなり新ブロック出さないでほしいよね。で、そこのパックン倒して、ラスト1枚、ラスト1枚どこだ、まだ見つけてないよね。あっぶな、ちょっと待てよ。上行って、まずそこのパタパタ、そこのパタパタ倒す。危ない危ない危ない。で、君倒したい。うわ、無理か。ちょっと待てよちょっと待てよちょっと待てよ。ここで、はい、倒す。中にはもちろん入れない。先に倒しといた方がいいわ。倒して倒して、よし、ナイス。で、こう来て、落ち着け。うわー。やめてよ、そういう中途半端な足場作り。待て、ほいほい、何。そういうことか。待てよ待てよ待てよ待て、非常に待て。あ、復活してくれる、ありがとう。で、まず、しょうがないしょうがないしょうがない、1回目はしょうがない。で、入る、よし、いいよ。あと一発さえ当てれればいいから、待て、そんな焦んなくていいわ。そんな焦るな。こう来て、よしよしよし、危ない危ない危ない、よしよし、もうこれで、あ、しかも倒してくれてる、ありがとう。で、待て、もうこれでいけるよね。フグマンネンが来る前に取っちゃうよ。よーし、オッケー、スターコイン3枚、あとゴールするだけ。もうゴール、これ、まだかな、待てよ。わい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 で、くるん。あー、まあ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 。99期だからいいんですよ。ということで、ふぅ、いや、あそこもさ、まあ、コーラマリオはねえか。なんか能力でうまくやれればと思ったけど、そんな能力は今作ありませんでした。待って、キノピオずっといんの？それやめてほしいんだけど。キノピオを助ける気はないよ。いても助けない。いても助けないけど、9の3をとりあえずクリアしよう。ただ、いても、あの、助けないわ。もういい、いい、いい。で、オッケー、待て。アイス？水晶？え？
いや、これニューマリ DS の BGM ですよ皆さん。すごくない？ニューマリ DS、 あー、これ誘導キラーなんだ。おー、いいね。ニューマリ DS の BGM ここに来て使ってくるの激アツ。今まで流れてこなかったよね、ニューマリ Wii では。ニューマリの BGM 自体は。待てよ、これ何？ここで使うの？はい。え、うわ、コインはいっぱい落ちてきたけどさ、ここだ。うわ、スターコイン上から落ちてくるやつじゃねえだろうな。待って、もはややってる気がする。もはやなんかやらかしてそうじゃない？土管あるけれど、これ1枚目かな。2枚目だとしても、んー、なになになに、迷路？迷路だ。こう来て、こう来て、落ち着け落ち着け、こう来て、あ、行った行った、奇跡的に行った。オッケー、1枚目だ。ふう、よかった、1枚目ゲット。これまではなかったみたいです。あ、そういうことなんだ。なんだ、上に行ってもうそのままフェードアウトするのかと思ったら、ちゃんとこれは入んないといけない。で、あと2枚。うわ、キノピオの声聞こえる。助ける気ないよ。その上だ。ここでしょ？いい、あなた助ける気ない。で、ちょっとそこさまよっててくれ。うわ、マグナムキラーも誘導。やだ。下かな？うわ、下になんかある可能性あるよな。あったよ、スターコイン。これマグナムキラー必須だね。これマグナムキラー必須だね。届かないもんね。マグナムキラーを上まで誘導して、で、ここで、大きくジャンプ、オッケー、ナイス！ええー！間1枚取ってない！待て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 ！間1枚取れてないよ。どこだどこだ、なんだ、どこのなんだ？間1枚ないよ。さっきのど、間にあったのか？待てよ。間にあった可能性があるな。ほい。うわ、そこだ！あった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 。うーわ、なんでそんなことするかな。ほい。ほい。ナイス、うますぎ、MK さん。なんで出たとこの手前にあるかな、スターコインの2枚目が。なるほど。足、あ、ちょっと待って、若干ロスったな、今。間に合うか？ちょっと間に合うか、怪しくないか、今の。待って、ワールド級だからさ、結構ギリギリの設計にしてそう。おぶねえ。超あぶねえ、今の。よく間に合ったね。こわっ。あっ。パパパパパ、あ、中間とかないんです。やったやったわ、やったね。もう一回やるしかないよ。もうマジか、今のはやらかしたわ。3枚取れたのに、まあ場所は分かったから、あとはもうゴールするだけだから行っちゃいいんだけど、うわー、やらかした。オッケー、場所分かってるからいいよ。で、こう来て、危ない危ない危ない、ちょっと、この辺はもうないから、無視して、パンも取らなくていい。で、危ない危ない危ない、なんで？変な三段ジャンプしないの、マリオ。慣れてない時に。はい、ここ、1個目。迷路ね。まあ、さっきの通りにやればいけるでしょう。で、2枚、これを出た時にちょっと戻んないといけないんだな。よし、待て。こう来て、ちょっと急ごう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 か、ちょっと急ごうか、オッケー。はい、スターコインゲットということで、次若干戻るよ。若干戻ってキラーで上の土管に入る。よし。で、あそこかなりシビアだから、これ気ぃつけよう。ここだな。こういい。で、こういい。もうちょっとキラーが溜まってからじゃないときついかな。オーケー、入れたー。なんで今手しか当たってなかったのに入れたんだ、マリオ。どういう理屈？いくよ。おい、あ、これさっきより早いから余裕。おい、おい、待て、これ三段ジャンプとかが暴発するのだけマジで気をつけよ。おい、おい、おい、よし、オッケー。ということで、3枚目がさっきのマグナムキラーの下のところね。キノピオいる？まだ、もういないか。で、ここでアイスをゲットして、もうゴールするだけだから、行きます。危ない、危ない、危ない。あんま変なことしないようにしよう。で、こう来て、大丈夫、大丈夫。場所わかってるから。こう来て、下だよな。あれ？まだか。まだだね。落ち着け。ちゃんと足場、あ、違う、上だ！そこか。待てよ。危ない。ちょっと待て。その上のマグナムキラーが非常に邪魔。それ非常に邪魔だね。そう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 。その軌道が欲しいのよ、最初から。いや、ちょっとタイミング悪いわ。タイミング悪い。タイミング悪い。もう一回、もう一回、もう一回。これで、くった、とい、とい、うますぎ、MK さん。うますぎでは。よし。あともう、あともうゴールするだけ。全然、全然、あとゴールするだけだから。こう来て、危ないよ。落ち着け。あんま、あんま、そういう、そういうのやめよう。勢いに任せるのやめよう。
やらかす、それやってると。落ち着け、ちゃんと見る、ちゃんと見る、ちゃんと動きを見て。マグナムキラー多すぎ逆に下に足場を作ってくれてありがとう、マグナムキラー。ということで、ふう、待てよ、気抜くな。あ、オッケー、いいな。あとはこう来て、こう来て、おい、本当はね、キラー踏んで一番上行きゃ1アップなんでしょうけども、99期だからそれはいいとして、コースクリア、オッケー。で、ちょっと9の4行ってもいいんですけど、もう一個クリア後の要素であるのをちょっと先にやっちゃっていいですか3個も今回クリアしたんで、一旦ここで、ワールドセレクトで1に戻ります。で、ここでさ、ピーチ城のところが、そう、行けるようになってんだよね。ニューマリ DS の頃もね、ここでなんかイベントとかあったんですけども、ニューマリ Wii でも最後ピーチ城に入れるようになってると。ブロックを叩いてお宝ムービーをチェックしよう。外に出るなら左からどうぞ、ということで。そう、スターコインをね、まだまだ使えるところがあるんですよ。ここなんですけど、あれ、これなんだ、これ何、あれ、なんか一個だけ解、あ、え、なんかちょこちょこ解禁されてないのがあるんだけど、それなんだろう。もう9の3とかはわかるんだけど、あら、買えばいいのかな。あ、買えば解禁されるってやつかも。とりあえずちょっと買ってみよっか。はい、ちょっとじゃあせっかくだから見よう、ワールド1のスーパープレイ。ほい、スーパープレイだからね、相当いい何かが見れるはず。はいはい、マリオ、今これ MK さん操作してないよ。あ、最速クリアするってこと。はい、3段ジャンプ。あ、なるほど。おお、うまいうまいうまいね。おお、いいね。3段ジャンプをクルーンして、なんだなんだ、え、何するつもり？あ、1アップできるってこと？これで。ほい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 。こう来て、こう、あ、こうだってそこ飛び越えれるんだ。で、1アップ素晴らしい。おー、なるほどね。いいね、いいね、いいね。まだ続く。いいね。時間精一杯スーパープレイをやってくれ。任天堂がこういうこともできるよっていうのを。わーい、うまいなおー、今の勢いでよく3段ジャンプ出たね。で、プロペラ。いいよ。はい、スターコイン1枚取る。てか、1の1からさ、中間後がスターコインなのやばくない？おー、キル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 やって、奥まで進んで、はい。で、これ取る。あ、全部取れるのね。まあ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 。この辺はいいんですよ。おー、1アップもしっかりゲットしていく。からの、なんだ？おー、タイミング、分かってたかのように入っていく。ここ結構むずいからね、一面にしては。お、あえてプロペラは使わないと。この辺がこだわりなんでしょうか。はい、でこっち側から出てきて、おお、1アップもねちゃんとゲットする。こういうの全部紹介してくれるんだ。で、3枚目のスターコイン取って、あとは、おお、まあプロペラで、あ、ちょうど調整してゴールと。うん、まあ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 、こういうね、あのスーパープレイだったりとか、無限1アップとか、あとは分からないところはスターコインとか裏ゴールの場所も教えてくれるんだよね、っていうムービーが大量にあるんですけど、まあ、買うけど見なくてもいいと思ってるから、全部はね。あ、これ飛ばせないんすか？ちなみに。飛ば、あ、再生をやめる。はい。え、いちいちこれ全部やんないといけないの？いちいちこれ全部さ、はい。あ、ほら、連続1アップでしょ、これ。で、これ隠しゴールなんすよ。隠しゴールとかも分からなかったら救済措置でここで見れるようになってて、で、スターコインをこれで全部使い切れるようになったんだよね。だから、スターコインを0枚にするっていうのも、まあ一つの、攻略というか、まあ完全クリアのね、条件ではないけど、まあまあまあ、気持ちいいので、これが0になった方が、スターコイン使えるだけここで使っていきましょう。で、いらないものは再生やめると。ちょっとこの作業めんどくさいな。まあ、早送りかなんかでどっかで全部バーっと買うか、ちょっと空いてるところもね、気になったりするところではありますが、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。じゃあ次回は、ワールド Q の続きからですね。残り5ステージ。こっからはマジで難しかった記憶があるので、なんとか皆さん応援の方よろしくお願いします。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。